この動画は、現代魔女による、魔術によって幸せになりたい人のための動画です。キラネコ魔術店の魔女のミツネコです。今日はこちらの黒猫魔術店の祭壇からオカルトグッズを紹介したいと思います。今日ご紹介するのはこちら、マジカルオイルのガイア第一ということですね。ガイアのオイルをご紹介したいと思います。このマジカルオイルは魔術では儀式中に性別のためによく使われます。性別とは、例えばこういった魔術具ですね、ブレスレットなんか、こういう魔術具に対して浄化して、そしてこのオイルを塗る、性別をすることによって、このブレスレットがとっても特別な能力を持ちますよ、とっても特別な意味を持ちますよということを意味付けするための性別ということをするんですが、それに使われるものがマジカルオイルと言います。はい。ですが今回はですね、この香りをレポートしたいと思いますので、こちらにあるこのね、アロマバーナーの方に、オイルバーナーの方にちょっと垂らして香りを嗅いでみたいと思います。よいしょ。はい、1滴2滴くらい垂らせばいいので、このくらいで香りが香ってきます。中はお水が入っていて、そこに1滴2滴垂らしたくらいなんですけど、下の方からキャンドルの、ティーライトキャンドルを当てていますので、温かいので蒸発するときに香りが飛散するという形になります。ではこのガイアのオイルなんですけれども、ちょっと香りが飛散するまでね、ちょっとこのままの香りを嗅いでみたいと思います。はい、とっても甘い香りと深い大地、土っぽい香りがしますね。ちょっと酔わせる系のカンファーみたいな、ちょっと独特な香りもします。カンファーが入ってるかどうかはちょっとわからないんですけど、実はこれ、イギリスのグラストンベリーにあるスターチャイルドという会社で作っているオイルですね。マジカルオイルは植物の精油がブレンドされているものになります。しかし、ただブレンドしているっていうわけじゃなくって、例えばこれだったらガイアですので、土の属性のマークがここにも書いてあるんですけれども、例えば地に足をつけるとか、おおらかな気持ち、どっしりと構えるような魔術、あとは土の属性を自分の魔術に取り入れたい時なんかによく使われるためにガイアという名前をつけ、そして土の属性を持つ精油をここにブレンドして、そして土のエレメントのパワーをここに注入したというオイルになります。ですのでマジカルオイルはとっても特別な作り方をされていますね。はい。で、なおかつイギリス製なので、とても深い香りがします。うっとりするようなね、深い香りがしますね。私はこの香りはとっても好きなタイプの香りです。うん、ガイアね。はい。ではスターチャイルドではどのように説明しているのかというと、ガイアは地球上のすべての生命を育む地球の母の名前です。はい。つまりガイアっていう女神様がいらっしゃいますもんね。マザーアースっていうことですよね。すべての生き物、人間、動物、植物は、彼女の子供たち、そして山と谷、川と海、森と草原、砂漠とジャングルが彼女の子宮から生まれました。このマジカルオイルは、母なる地球と彼女の豊富な贈り物を称えて祝うために、または生きている精神に物質を与える地球の要素に同調するときに使う、
はい、つまり例えばグラウディングをする時なんかにいかがでしょうか。あとは、大地の魔術、大地の女神が取り入れられている魔術であったり、月の女神も同じような女神ですよね。はい、女性を象徴する女神を、取り入れる魔術、助けてほしい時にこのオイルを使ってみるのも良いのではないでしょうか。例えば今この祭壇はですね、ルーナさんの祭壇になっております。8月のサバトの祭壇になってるんですけど、このキャンドルだと黄色とオレンジと黄色ということでね、どちらかというとオガミ、つまり太陽神を模しているカラーリングになっておりますが、このようなガイアとか月の魔術になってくると、例えば土の色茶色とかですね、あとは、緑の色、つまり緑、グリーンの色ですね。うん。で、あとは、紫とか灰色といった、あとシルバーとかね、月の色を、取り入れたキャンドルなんかに、このガイアを塗って、はい、祈りを捧げるという使い方もいいと思います。うん。キャンドルマジックの他にも、月の魔術とか大地の魔術を取り入れた魔術はたくさんありますね。なんかそれこそグラウディングのように、地に足をつける、つまり物質界に肉体として根付くためにグラウディングの瞑想を行ったりとか、はい、こういった魔術ブレスレットでもそうなんですけど、例えば目のとかね、石でも大地を象徴する力強いオニキスとかね、うん、そういうオニキスも目のですが、はい、そういう石に石をお香で浄化して、そしてこういったオイルを塗って、そして祭壇に置くという形でも良いと思います。はい、ですのでこのガイアのマジカルオイルですけれども、儀式に使うこともできるキャンドルマジックも OK だし、石に塗ることもとってもいいと思います。はい、うん。でもちろんこういったオイルバーナーで炊くだけでもとっても落ち着いてグラウディングできるような瞑想ができると思います。ですのでぜひ皆さん使ってみてください。このね、ちょっと言い忘れちゃったんですけど、この、下向きの三角形のマークが土のエレメントを、意味してるんですけれども、ガイアには土のやはりエレメントが多く、はい、含まれておりまして、その土のエレメントというのは実用性とか、五感を鍛えるとか、あとは物質的な世界、官能とか繁栄とかを表しています。はい。ですので、そういった意味合いでも使用してみてはいかがでしょうか。はい。今日はガイアをご紹介いたしました。このチャンネルがとても良いと思った方は、ぜひチャンネル登録、そしてグッドボタンどうぞよろしくお願いします。それでは、またねー。